どうも、愛知です。明日が9月1日ですね。で、9月1日って聞くと、最近メディアとかでも割とね、こう、取り上げられることが多くなった、やっぱ学生の自殺者が多い日なんですよね、9月1日。まあ、学校が始まった時なので。まあ、それにあたって芸能人の方とか、まあ、YouTuber の方とかでもね、動画撮られたりとか、なんかインタビューがね、記事になったりとか、まあ、結構出てきましたけど、で、自分もね、去年、一本動画を撮っていて、まあ、それ今回動画の概要欄、とあとこの動画の最後にリンク貼っておきますので、今年も同じようなこと喋ろうかと思ったんですけど、まあ同じ結構去年のその動画に自分の思い詰め込んだので、自分はもともといじめ受けてた人間なんで詰め込んだので、まあよかったら見てみてください。で、今回はそのちょっと違う切り口から喋りたいなと思って、で、芸能人のある方の言葉というか、そのインタビュー記事をちょっと引用しつつ今回喋っていこうと思います。で、それが恵比寿さんです。恵比寿吉和さん、漫画家のね、まあ、テレビとかで、まあ、クイズ番組とかで見たことある方いると思うんですけど、多分その印象からすると、結構、なんかボケボケの、なんかダメダメなおじさまみたいな感じにね、印象映ってる方もいるかもしれないんですが、で、この恵比寿さんのね、インタビュー記事がネットに上がっててですね、そこの言葉が、自分と考えがすごく似てるたりとか、あ、伝えたいとこだなと思って、と使わせてもらいます。でね、恵比寿さんがそのインタビュー記事で言ってた中で、まあ、いくつかピックアップして取り上げるんですけど、一人ぼっちでいいよっていう、無理して人に合わせるのは辛いから一人ぼっちでいいんだよっていうのをまず言ってるんですね。で、自分はこれすごい同感するとこなんですけど、で、ただ一人ぼっちでいいよっていうのって、本当にまあ一人、例えばいじめにあってて誰も話せる人がいない、友達がいない、もう一人しかいない、もう親も家にも居場所がないし、学校にもないし、どこにもないって思ってる子にとって、一人ぼっちでいいよって言われるのが救いの言葉にはまだならないと思うんですよ。なぜかっていうと、当時の自分、いじめられた時の自分が多分それ言われても響かないと思ってて、その言葉だけ見ちゃうと。だからちょっと噛み砕いてそこをすごく伝えたいですね、自分の中では。当時自分は中1の終わりぐらい、まあ中2入る前ぐらいから、その中学卒業するまでが、まあいじめられてたというか、すごい嫌われてる時期で、まあ、そんなね、ひどく、例えば暴力を受けてたとか、そこまではないんですけど、ものすごい陰口、キモい、うざいとか、デブとか、キモい、あと、陰口を叩かれてたりとか、まあ、ちょっと避けられてたりとか、あとは、なんかね、その、ヤンキーグループのね、メンバーに目をつけられてて、その階段降りようと思ったら、後ろから蹴落とされて階段転げ落ちるとか、まあ、それは暴力に入るけど、まあ、そういった感じだったんです。で、自分は親とか、先生とかに言えなくって、それを。で、ずっと自分一人でこう塞ぎ込んでて、なんかやってたんですよ。そう。で、とにかく友達、もしかしたら、まあ、話せる奴はいないことはなかったんですよね。別に小学校持ち上がりだったんで、だから話せる奴はいたんですけど、でも、やっぱり、まず自分がもう信頼できなくなってるし、そこに。話してるんだけど、裏ではもう悪口言われてるんだろうなって、実際あったから、それが。いっぱいあったから、だからそう思っちゃってて、で、ずっと一人で、で、当時はさ、ネットとかがなかったから、例えばなんか調べてとか、ツイッターで繋がってとかもないし、本とか読んでさ、で、なんか対処法とかをなんかないかなって思ってたんですけど、そこにあったんですよ。一人ぼっちでいいみたいなあったのね。で、やっぱ当時はね、いやいや、何がいいんだよって。一人、どんだけ辛いと思ってんだよ、みたいなこと思ってて、俺は。そう。だけど、今振り返れば、一人ぼっちって悪くないよっていう。一人ぼっちっていうことがダメなことなんじゃないんだよっていうのは、すごくね、みんなにね、伝えておきたいことなのね。実際自分33年生きてきて、友達が少ないです。ものすごく少ない。で、友達がね、人生の宝なんていう方もいらっしゃいますけど、まあわかんないことはないよ。自分はすごい大切な友達はいるし、ほんと数人、数えるにしかいないけど、でも別に、じゃあいなかったらダメかっていうと、そんなことはないし、とは思ってて。また、たくさんいる必要がないよねっていうのが今一番。で、みんなが人生まだ、わかんない、中3とか、中学生だったら13、4、5歳とか、高校生も16、17、18歳とかでしょ？で、もちろん18年生きてきてて、それなりの人数の方とは出会ってるんですけど、これからの人生の方が長いわけですよ。もちろん、当然長い。で、これからさ、たくさん出会っていくわけよ。人生でね。で、自分も33年生きてきたら、それ相応に人は出会ってるわけよ。出会ってて、もちろん一度きりの出会いの方の方が多いんですけど、で、その中でも数人しか残ってない。気が合う人っていうのは。みんなが今まで人生何人出会ったかわからないよ。一学年同級生何人かはわからないけど、100人200人だとします、同級生が。100人200人全員と馬が合わないなんて当然起こりうるんだって。で、それをもちろん誰かはいた方がいいです。ね。親友がいる子もいるじゃん。すごいいつもさ、二人仲良くいる
ことがいるよね。羨ましいと思うんだよ。俺超羨ましかったから、それが当時。いいなって。友達いっぱい欲しいなんてさらさら思ってなかったの。なんかヤンキーグループが超群れてさ、ウィーってやってるから、全然もそんな羨ましくなかったし。はぁみたいな。一人じゃ何もできないんじゃないのとか思ってたからね。そう、何も言えないのに。ビビーだから何も言えないのにね。そんな陰で思ってて。でも、そのね、二人とかでさ、すごいこう信頼し合ってる感じの二人みたいなのは、男女関係なくね。すごい羨ましくって。ああ、こういう、欲しいなって。いいなって、すごい思ってたのね。で、みんなも多分そういう境遇のある子いると思うんですよ。思うんすけど、自分が、その何でも言える。やつ、まあ、親友って思ってるやつに出会えたのって、俺大学なのね。しかも大学4年なんだよ。3年、4年ぐらいかな。21、2なんだよね。初めてそこで思った。そう。そいつは今でも仲いいし、それ、女性なんだけど、そう、同級生で。もうあれだよ。うちらの LINE ひどいからね。多分ね、その本に動画見たらわかると思うんだけど、本当にひどいから、うちら。もう、向こうも俺を男と思ってないし、俺も女性と思ってないこの対応の仕方。でもね、それが心地いいんだよね、俺の中では。そう。で、そのイベスタの言葉を次に借りると、真の友達、ほんなま、親友ってとこだよね。親友っていうのは、誘われても断ることができる。っていうのが、まあ、イベスタがそうやって定義されている。で、それはすごくわかる。まあ、親友の定義っていうのは、みんなと違うと思うし、まあ、いちいち定義する必要もないかもしれないんだけど、例えば、こういうことができるのが親友だよ、みたいな。思う、あると思うんですけど、エビスさんのね、誘われても断ることができるってすごく大事で、何かを誘われる。これね、お願いされるもそうだと思うんだけど、お願いされた時にそれを嫌だっていうのが言えるかどうかってすごく大事。これね、相当人間関係ができてないと言えないと思うんだよ。特に今の子たちは、そう、と思うんだよね。で、自分はさっきの親友の話をすると、もうマジで断れるから。絶対嫌だ、無理、みたいな。そう、だし、普通にけなし合う、みたいな。そう。自分は冗談で、やっぱり、相手の悪口を言えるっていうか、それ別に、貶めたくて悪口を言ってるんじゃなくて、その場の空気的なところで、二人の間でね、言えるとかっていうのはすごく大事で、そんななかなか言えないじゃん、普通の子に。うん。だって、みんなとさ、こう、たまたま出会ってさ、話しててさ、うわ、なんか服ダサくねとか、絶対言えないじゃん、そんな、思ってても。言えないでしょ、みんなも言えないじゃん。俺の私服ダサくてさ、はい先生、服ダサいっすね、とか言えないでしょ。多分我慢して、あ、おしゃれですね、とか言ってくれるわけじゃん。そう。だから、まあそういった、まあそれは定義はね、任せるんですけど、まあそういうのが大事かなと思う。で、その、まあ自分もね、20歳、20歳超えるまでそういう人と出会えなかったし、そう。高校の時とかさ、もういじめなかったんだよ。男子校行ってて、いじめなかったんだけど、仲良かったやつはいるんだけど、でも親友かって言ったらね、そうじゃないんだよね、やっぱりね。ただ難しいとこなんだけど。うん。だから、みんなが今ね、一人ぼっちで、何も、誰もいね、居場所もないって思ってる子いると思うんですけど、伝えたいことは、それが一生続くわけじゃないんだよっていうことは覚えててほしいの。ただ、ちょっと長くなってごめんね、動画ね。違う芸能人の方がテレビだったのかな、なんかネットで叩かれてて、その、中学3年間とか3年間いじめにあったとしても、人生90年って考えたらたった3年じゃん、みたいな。後で振り返ったら、その、短い期間だから我慢しようよ、みたいなこと言ったらしいんだよね。それはちげえぞと。ちょっと待てと思ったけど、俺は。そう。まあ、わかんない。そういう切り口なのかな。まあ、それは切った部分しか見てないからね。そう、意図としてはわからないんですけど。でも、その、今苦しいんだよね。そう。自分もそうだったけど。今苦しいから、今解放してほしいの。中2の時とか、あと1年半とかさ、我慢したら、それは高校入ったらいじめなくなってるかもしれないし、もっと平和な日々が来るかもしれないけど、それはわかってるけど、でも、来ないかもしんないし。特に今の子なんかさ、ネットがあるからさ、もう SNS でなんかいじめられてたらさ、その続くわけじゃん、卒業したって下手したら。そうなるかもしんないし、今解放してよっていうのがすごくあったから、そう。でも、わかるんだよ。だから今解放できないから、何もしてあげられないんだけど、そこに関しては。でも、一生は続かないよっていう。では、それはね、覚えててほしい。一生続くわけじゃないっていう。今のその辛い日々がね。っていうのは、思っててほしいし、多分今自分がさ、こう YouTube やってる人間だから、こういう風にね、結構普通に笑ったりとかするからさ、あんま印象できないと思う、なんかイメージできないと思うんだけど、本当に、もうめちゃくちゃ暗い子というか、そう、まあうつ病もちょっとやってるからさ、うつ病もやってるから、そうなんだろう、そういった時があったんで、でもこうやって自分を表現してというか、自分のできる場所で一応、なんだろうな、輝いてるかどうかわかんないけど、でもやりたいことでこうやって、なんだろう、やってるの。生き生きはしてる。俺は。今生きてるの楽しいし。人生楽しんでるし。そう。友達いないけど。でも人生楽しんでるもん。そう。っていう、一応、
パターンがいるからここに。33歳になってるけど。そう。だから、そういったこともあり得る。まあみんな今伝えても、いや、ハイチ先生はそうだけど、私は違うもんって思うかもしんないけど、自分そう思ってたけど、でもそんなわかんないっていう。そこは、やっぱり覚えててほしい。し、で、最後に伝えたいのはですね、学校に行くことが全てじゃないんですよ。全てじゃない。俺は別に学校苦しかったり、もう死んじゃうぐらいだったら行かなくていいと思ってるから。そう。もちろん親がああだこうだ言ってきたりとか、ちょっと卒業がね、どうのこうので行きにくかったりとか、高校に行きにくくなったりとか、いろいろあると思うんだけど、でも別に生きていけるし。そう。ただ、選択肢が減ることは出てくるよ。その高校とか大学を卒業しなきゃ、免許が取れないとか、資格が取れないっていう職業を選ぶことができないからさ。当然ね。まあ、大検とかさ、そのね、なんだろう、高校に認定試験とか受ければあるから、そう、手段はあるんだけど、ちょっと時間がかかってしまったりとか、そういうのは出てくるけどね。そう。ただ、一個だけね、すごく自分の、まあ、このチャンネルでやってるから伝えたいのは、結構、その、親御さんとかでもね、自分の子供が学校行ってなくてって相談受けたりとか、その学生のみんな自身からね、学校行ってなくてっていう相談結構もらうんですよ。で、その中で、やっぱ勉強面の話ってすごく出てくるの。勉強がついていけなくなる。自分の子供がついていけなくなるとか、なって、それ不安だって子もいて、で、それは圧倒的に中学生が多い。自分の相談メールだと。まあ、多分見てる層が中学生が多いのもあるんですけど、で、もちろん、偏差値がすげえ高いぐらいまで持ってきたいとかなったら、ちょっと難しいですけど、でも、学校で勉強する内容ぐらいだったら、自分の動画で絶対カバーできるんで、大丈夫です。勉強遅れないから、そこまで。学校行ってて、塾行ってて、でも、学校も塾も行ってるけど、全然もうなんかくっちゃぶってて、全然授業受けてないとか、勉強してないっていう子に比べたら、学校とか塾行ってないけど、自分の動画しっかりやってる頃が勉強伸びっから。大丈夫だから、そこは。そのぐらいのクオリティで取ってるから、中学校の勉強。そう。なので、そこに関しては、不安に思うことあると思うんだけど、そこは信じてついてきてほしい。使ってほしい。この動画大丈夫だから、そこに関しては。ね。それで、一個不安なものがちょっと、なくなる薄くなるんだったら、もう、本当に嬉しい。俺にとっては。と思ってます。それは本当に本心で思ってるので、ぜひ、信じて使ってもらえたらと。親御、保護者の方いらっしゃると思うんですけど、そこは信じて、お子さんに使って、なんだろう、使っていただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい。という感じで、すいません。いっぱい話しちゃったんですけど、まあ、あっちこっち行っちゃいましたけど、まあ、伝えたいことは、一番はもう死なないでっていうところなんです。はい。死なないでほしい。生きてほしいんです。とにかく。と思ってます。苦しいことが続きます。正直。続いていくし、暗闇の中、トンネルの中にいて真っ暗でさ、もう出口なんか見えやしないんだけど、けど、いつかって表現も申し訳ないんだよね。いつって言えないからさ、3日後とか1週間後とか1ヶ月後にはって言えれば、希望も湧くんだろうけど、それはちょっと言ってあげられないんだけど、でも、自分も時間はかかりましたけど、でもトンネルから出て、日の当たるところで、こうやって、誰かのために、なんだろう、何かができる風に、生きることができているので、みんなも、いじめられたりとかすると、自分のがやっぱダメだダメだってなっちゃうからさ、どうしても自分がダメっていう風になっちゃうんだけど、そうじゃなくって、みんなにはみんなのすごい可能性が秘めてるわけで、でもその可能性がどこで目が咲くかはわからないんだけど、だから、自分を信じることというか、そういったとこでも、ぜひ負けないでっていうか、折れないでいてくれたらなと思います。すいません。ちょっと長くなっちゃったんですが、さあね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。